今梅の木の下にいます。これから梅収穫します。あそことかね、なってるからね、結構ね、今年は大きいですね。はい、取ってきます。収穫終わりました。今年は結構青い梅、だいたいいつもね、この青い梅を収穫してたんですけど、ちょっとね、違う木のこの、なんだろう、ちょっと小さめの梅も取ってみました。いつも梅ジュースとか作ってるんですけど、これブレンドして作ったら美味しいんじゃないかっていうね。まあなんか、作ったことないからわかんないんですけど、そんな感じで使ってみてもいいんじゃないかと思って、たくさんなってたので、ちょっとね、どっちも取ってみました。はい。結構取れましたね。多分ね、1キロはありそう。うん。多分それくらいありそうです。これを梅ジュースにしていこうと思います。またアジサイ見に来ました。アジサイすごい綺麗に咲いてます。なんかね、色がね、鮮やかですね、すごい。めちゃくちゃ鮮やかで綺麗です。すごい量咲いてて、いや、こんな綺麗な時期に来たことあったかなっていうレベルで綺麗ですね。すごい、どんどん咲いてる。こっちに来ると赤色からちょっと薄いブルーみたいなアジサイが咲いてて、で、また少し行くと、今度はね、紫色の、なんだろう、このグラデーションがね、すごく綺麗ですね。わぁ、めちゃくちゃ咲いてる。なんか、青いアジサイと、まあ、赤いアジサイあって、なんかね、青いアジサイの方が個人的には好きかもしれないです。うん。で、どっちも綺麗なんですけど、このね、青いのいいですね。すごい、鮮やかです。これ多分 iPhone だとちょっと色くすんじゃってるかもなんですけど、実際にはね、もうちょい青が強めって感じですね。この赤いやつと、ちょっと紫がかったやつと、青いやつ。薄い、もうほとんど白なんですけど、若干青いっていう。何なんだろう。これすごい。一つの花の中にこう、青っぽいのと、白っぽいのと、赤がね、なんか混在してますね。すごい。すごい綺麗。グラデーションのやつとかもあって。いやー、すごい。なんか、アジサイの花っていつ色つくのかなって思ったんですけど、これは最初からやっぱり色ついてるみたいですね。つぼみの段階から青いです。これもなんか違う品種なのかな?すごい綺麗ですね。いや、めちゃくちゃ綺麗です。一番花の野菜を収穫しました。そう、ピーマンは一番花じゃなくて二番目ぐらいの野菜だと思うんですけど、このね、ナス3つと、あとね、シシトウとかね、一番花ですね。あと今年初めてやってみた地梅キュウリが、まだちっちゃかったんですけど、一番花だったので、もう収穫しちゃいました。ここね、花とかついてるんですけど、そう、花付きでね、収穫できて、トゲもすごいですね、トゲトゲで。今のところ結構うまくいってて、初めての野菜ってちょっと失敗しがちなので、難しいんですけど、地梅キュウリはね、結構今のところ植えてるだけ感が結構強くて、はい。このまま育ってくれれば、たくさん取れそうな感じになってきました。はい。という感じで、野菜収穫しました。野菜収穫した直後の映像でした。